今日はですね TZR125 をお客様のもとに配送手続きを取らせていただきますので、最後にですね、納車説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず、ハンドルを左に切り切った状態で、押し込まずにその場で左に回し抜いていただくとハンドルロックが使えます。解除する際も同じようにこんな感じですね、解除できます。あとはタンクキャップですね、挿していただいて回して、ガソリンがですね現在 1.5リッターほど入っておりますので、ガス欠になる前にすぐにガソリンスタンドに行って、レギュラーもしくはハイオクを満タンにしてください。こちらにガソリンコックがあります。矢印上向きが、リザーブの状態です。横向きがオフ、下向きがオンとなります。送る際は矢印横向きのオフで送ります。今は、ガソリン少ないのでリザーブ、届いたら必ず上向きのリザーブにしてから、キープでエンジンをかけてください。あとはですねシート、こちら鍵を回していただいて上に持ち上げていただくとシートが開きます。こちらにオイルタンクがありますので、ヤマルーブ、ヤマハの純正オイルを入れていただければ結構です。シート入れる際力ずくで入れず、いいポジションに合わさったところで押し込んでいただければパチッといって閉まります。はい、それでは、エンジンをかけてみましょう。あ、そうですね、メットホルダーのみ鍵が違いますので、こちらメットホルダーですね、鍵使うようにしてください。鍵2本つけてお送りしますので、特性を作るようにしていただければと思います。はい、では、かけたいと思います。よいしょ、キーを挿してオンにすると YPVS のピーピーっていう音がしますね。そうしましたら、バイクにまたがってステップを閉じ、このメインステップは必ず閉じてください。でキックで始動します。かからないですね。チョークを引いていないのでかかりません。こちら見えますかね、ここにキャブの横、この丸いポッチ、これがチョークになります。ポッチというところまで引いていただいてから、よいしょ、あ、ステップか、カメラを持ちながらなんでちょっと切りにくいんですが、かかりましたね。かかりましたらアクセルをちょっと煽りつつチョークを戻します。チョーク戻しました。チョークを戻すと回転数が1500ぐらいで落ち着きます。アクセルを開けてった時についてこないようであればまだ温まってませんので、もうちょっと温めます。4000回転ぐらいで煽ってあげれば温まるかと思います。その間にじゃあ、この辺説明してしまいますね。まずパッシング、ハイビーム、ロービーム、ウィンカーですね。後ろ、はい、で、ホーン、キルスイッチ、もう一回かけます。だいぶ安定してきましたね。で、クラッチを切ってギアを入れる。で、よいしょ、こんな感じですね。もう一回いきます。ギアを入れてニュートラル、こんな感じです。こちらオイルランプになります。オイルが減ってくるとですね、普段はつきっぱなしでギアを入れた際に消えます。
これつきっぱなし、走行中につきっぱなしになったら、オイルが減っている状態ですので必ず忘れずに補充してください。これ壊れてしまう原因ですのでよろしくお願いします。あとはまあこれといって難しいこともないですし調子もいいので、よいしょ、簡単に乗っていただけるかと思います。ぜひですねこれから、まあ、数少ない2サイクル、楽しんでいただければと思います。それでは本日をもちまして配送手続きを取らせていただきますのでお楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。失礼いたします。ありがとうございました。